雰囲気あるなあ、やばいね。やってんの、やってんのか。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあちゃん見てる、くるぶしっす。そうですね。オッケー。今日はまた外売れっ子ですからね。外ばっかりでいろんなサイトを見てて、うん、ちょっと面白そうな場所があって、うん、自動販売機で、うん、ハンバーガーが売ってると、そのお店の外の感じもなんかね、ちょっと古びた感じで、ちょっと面白そうだなっていう店が一軒あって、ちょっと来てみました。どっからいつもそんな調べてくるの。いつも検索ワードは東京チンスポットで。チンコチンコ。お二人で、はい、そこにちょっと行ってみて、どんな感じなのかな、うん、いや想像できん、自動販売機でハンバーガーって。昔とか結構ボーリング場とかにあったけど、多分ね、 あったよね。あった。で多分ね、うん、そこはねそんな感じではないんですよ多分。それでは行きましょう。レディゴー。そのお店は立石バーガー。まんまやな。ねえ、どんな感じなんだろう。めっちゃ道狭いっすね。そうね、うん、これ犬散歩してたら嫌な道。ああそう、もう犬の散歩やって、ここは俺かわすな。あれっすね、髪伸びました。あ、でも切ってん、ちょっと。あ、そうなんだ。そう、ちょっとだけ切ったんですけど。わかる。もう近く。あ、そう。いや、あの角の白い、はあ、あれな、店ですね。雰囲気あるなぁ。やばいね。やってんの、やってんのかな。一応 Google マップでは営業中になってたんですけど、やってんの。バーガーあるで。でも誰でも立石バーガー自販機。安っ。え、ここにお金入れればいいんですか。ぽいね。メニューはチキンカツバーガー、一口ピザ、ハムカツバーガー、立石バーガー。全部100円だ。立石バーガーかな、俺。あ、なるほど。俺はチキンカツバーガーでしょうか。あ、いきます。お酢。さあ、うん、ちゃんとお金払うから試してみたことあんねんけど、やっていい？うん。セキュリティ。すごい。車で、食べます。イエーイ。イエーイ。ちょっと出遅れた。車に戻ってきましたけども、はい、ゲッチュしました。立石バーガーさんの、自販機で買える、ちょみちゃんが立石バーガー、立石バーガー、これがチキンカツバーガーですね。早速ちょっと食べていい。だいぶね軽いんすよ。そうね、うん、でも100円ならまあいいかなっていう。もうメインのメインの、ね、立石さんバーガーですよね、うん、うわやばい、何に入ってるかわからん。完全にその葉っぱしか見えてないよ。ミート的なもの入ってるんかな。入ってんのかな。行かせて、行かせていただきたいと思います。お、うまい。お、マジ。うまい。味すごい美味しい。冷えてるし冷たいねんけど、めっちゃ美味しいな。びっくりしてます今。まあ中は、うん、オーロラソースと、うん、玉ねぎ、レタス、はい、でバンズ、うすごい薄くてペラペラな感じですけど、100円の価値はある。あるある。200円払ってもいい。100円マックよりいい。100円マックより全然いい。あ、ほんと、うん、普
ステマじゃないですか。ああ、なるほど。チキンコチキン。行きましょう。こんな感じです。なんかフィレオフィッシュみたいな。うん。あ、入ってますね、チキンが。うん。おうおうおう。え、こ、ああ、マヨネーズがかかってんの。なるほどね。はい。じゃあちょっといただきます。めっちゃうまい。いや、これはね、うまいわ。あの、俺が言いたいこと、チョモちゃんと、まんま一緒。チキンもね、結構、小ぶりなんだけど、うん、分厚くて、うん、味もしっかりしてる。そうだね、味しっかりしてんよね。うん、ちゃんとした、もっとぼやっとした味かな思ってたら。うん、割と、ボリュームもある。そうだね。うん。うん、女の子とかやったら全然1個でお腹いっぱいになるから、うん、あの感じでちゃんとその営業回せてる理由が分かりましたね。あ、確かにうまいんやわ。うまい、うん、確かに単純にか。ネットで見ると中にもなんか販売してるようなこと書いてあったんで、あの時期が来たらまた来てみてもいいかもしれないですね。うん、ということですね、私も立石バーガー食べたことあるわよって方ですね、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は、はい、謎の、はい、自販機から出てくるハンバーガー2人で食べてみましたでした。ちゃんとみんな風払えよ。ハロタハロタ。アンナルに入れたエネマグラ、痛みの先に新世界動き始める。立石バーガーの裏手になんか奇妙な場所があって、ご自由にご自由に、あ、持ってってって。アスナロさんここです。アスナロさんここです。俺じゃダメかってことか。